これもね、また貴重な車なんですが、BMW3.0CSL でして、これは1973年の富士ツーリングトロフィーに W に来日し、強烈な印象を残したフォードカブリ。そのカブリとヨーロッパツーリングカー選手権 ETC において激しくチャンピオンを争いを繰り広げた車両が、この BMW3.0CSL。3.0CSL は72年カブリに奪われた ETC タイトルを高すべく導入されたモデルで、空力を構成したヨーロッパを走る武装されたボディを持ち、シーズン途中から導入。搭載する直力レース OC エンジンは 3.2 リットルから 3.3 リッター。シーズン後半には 3.5 リッターの排気量がアップされて、最終的に370馬力を発生するとともに、前年モデルとでも進化はプラボーならないことの進化を続けている。で、こうした改良が実を結び、73年 ETC では見事チャンピオンを獲得しているんですね。で、3.0CSL はカブリ同様2キロ長いモデルとなり、ETC では80年代に入るこれまで使われた。その後、5シリーズでは3シリーズ A とグループ A 時代の MCA とつながっていくことになる。まあ、雑談ですが、この時代、BMW とフォードの戦いは激烈で、3.0CSL 対カプリにとどまらず、F2 の世界にもたらし、ヨーロッパのモータースポーツを逃げ合わせていた、車なんですね。まあ、それがまあこの車という形で、まあ、非常にいい名勝負を繰り広げたらしいです。で、こういうふうにね、なりましたね。まあ、いかにもこう年月が経って、いかにも確かにこう走り込んだなって感じがね、よく出ていますよ。まあ、多分子供がよく遊んでたんでしょうね。中には一瞬汚いなと思うかもしれないんですが、まあ、こういうものってのはかえってね、その、まあ、なんていうんですかね、勲章じゃないんだけども、まあ、それだけやっぱりこう時代を感じるってことですよ。やっぱり子供がいかにこういうふうに、どこの子供かは分かりませんけども、まあ、少なくとも言えるのは昭和時代の子供が遊んでいたということなんでしょうね。で、それで、こう、公園におそらく持ってったのか、自分の庭で遊んだのか、ああ、それはわからないけども、まあ結構気に入っていて遊んでいたんじゃないかなっていうところがこう見られる。まあそういう感じが残って、そういう痕跡が残っているものっていうのは、なかなか素敵なことでね、いいんじゃないかなというふうに私は思います。ですが、なかなかこういった、車がね、あるっていうのはね、結構ね、いいなというふうに思うし、こういう、なんていうんだろうな、歴然とした時代をこう、激熱的にこう戦ってたんだなっていうのがね、わかるので、こういう車ってのはなかなか面白いものがあってね、いいなというふうに思います。これが今の時代にね、残ってるんですから、びっくりするんですけども、なかなかの、よくできた車ではないかなというふうに考えました。どうもありがとうございました。